ウィンドル・シャム男爵は、連合王国貴族の世襲男爵医保守党の政治家、ジョージヘネシーが1937年に除されたのに、始まる。統一党所属の庶民委員議員で副区内長官や王室会計長官を務めたジョージ・リチャード・ジェームズ・ヘネシーは、1927年1月24日の直挙場で、連合王国巡弾爵くらい巡弾爵に除され、 ついで1937年2月22日の直居場でサリー州におけるウィンドルシャムのウィンドルシャム男爵に上されたことで貴族院議員に列した。初代男爵の死後、その長男のジェームズ・ブライアン・ジョージ・ヘネシーが二代男爵を継承した。二代男爵の死後は、その長男デイビット・ジェームズ・ジョージ・ヘネシーが三代男爵を継承した。 彼は保守党の貴族院議員として活躍し、1973年から1974年にかけて、ヒース内閣で貴族院任内総務、王子少将を務めた。三大男爵の死後はその長男である、ジェームズ・ルパート・ヘネシーが四大男爵を継承した。彼が2016年現在の党首である。男爵家の紋章に刻まれるモットーは、力と武器によって生きる。 言当主ジェームズ・ルパート・ヘネシーは以下の爵位、順段爵位を保有している。ありがとうございます。